嘘を言って、いや、いや、稲妻イレブンとかにこっちで嘘を言っちゃいけない。 AR コードと書いてこう。 AR コードは高いよ。しかも正規の方法であるからオフ役で。まさかの5人、5連続の5人。どうすんの、戻ってじゃないの、そういう場合は。タクシー、次は僕が払うんだ。僕が払うんだ。2つ付けて合流したところじゃないの。どこで合流するんだっけ。仕方ないの。だってカードも上に上がって合流してどうすんだよ。え、あれじゃないか、あの坂崎さんにもらった金を持って帰っちゃいましたね。あ、そうだ。ここで新たな、ここは都内某所。今更っすか。いや、昨日も言ってる、さっきも言った。見てごらん、カーズがある。いや、こっちは河原の屋根。カーズだよ、カーズ。見てごらん、下着屋ホスターの写真撮ったら違法だよ。昨日と同じもんでいいよ。じゃねえよ。じゃあ立ち食いそば屋があるでしょ、確か。朝そば、朝そば。朝そばありなんだよ。今日なら 朝そばセットが増えるから。分かってますよ。3食そばでは問題ねえよ。僕は3食そばだと言っても、多分3食自分のそばを食べきらないよ。3食人のそばまで食うから、ね、合わせたんじゃないよ。ちょっと目をかかってよ。おとといのだって2リタオだってそうじゃないよ。ほとんど。あの、それもいなかった時にさ、あの、昼飯何食うって言って、食いしようって言って、塩だれ6個でお願いしますってやったんだ。6個買って何かさ、今回のご勝負レートはこれ、バーン10対2これもう完成じゃねえか、10って。どういうのかわいいし、お題のことあれだよ、格言なら間違いなく負けてないんだよ。12でどうするつもりだったの、あれか、タイムアップかよ。あれね、あの波動拳メタルに削った頭って、あと A バレラスト0秒でチッて当たって、前レバー A バレみたいな、ドゥーって言われるんだよ。多分昔でもあったかな、前パンやったらさ、そのままめり込みながらも行くからさ、結局数で負けるというわけわかんない、負ける一回ゲーセンでやられて聞けたのかもしれない。ゲーセンは急やんなかった。昨日のゲーセンはなかなか白熱してて、よかった。もうずっとね、勝つ写真を撮ろうと思ったのに、勝つのかな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 、バーン。オッケー。あの時なんだっけ、キュービーとなんだっけ。キュービーと、アイコツっぽいやつ。あ、食べた。キュービーと食べる。あとはあれか、リースか。リースは簡単。でも、あれ無理、ほんと無理。ああ、なるほどね、これも多分7、3、8に微妙なところだねっていう感じになってた。オールバックそんなに上じゃないからな。カメラ相当上。キュービーは強い。あれ目のいい人だったら絶対勝てるだろうね。あれはね、場所が違うと多分勝てるんでしょ。ちょっと不利だろ。こっち変わればっていう。一発だけを決めるデビキューとかだったらもう誰勝てる。ちなみにそれを島田さんはやったかった。わかってどこから来たんだよ。あ、捕まえてくれ。誰より強い何に会いに来たんだ。俺より強いやつ会いに来たんでしょ。